残すところはあの人ですね。ああ、散々舐めた真似をした落とし前、つけてもらうぜ。休息ポイント発見よ。生き返るぜ。強敵だな。気をつけろ。ここは物理攻撃のおすすめよ。敵の集団、厄介ですね。よし、道がつながったな。天の恵みか。良さそうな宝箱です。良さそうな宝箱です。よし、道がつながったな。満たされたな。
そうになった。大満足です。お腹いっぱいです。しまいにしようぜ。せい！バンダライス！ライダー！チャンスよ！続け！ジルス！来なさい！てりゃあ！頼んだわ、アニス！貧困一滴！頼んだ、アニス！良さそうな宝箱です。染み渡るぜ、染み渡るぜ、染み渡るぜ。やあやあ、遅かったね。カウントダウンが停止してるからってちょっとのんびりしすぎなんじゃないの。抜かせ。佐渡女に筋肉野郎、人形娘がマシだったとは言わねえが、あなただけは私も許せません。そうだね、リゼットさんの件もあるし。私のことはともあれ、最高ランクの重犯罪者でしょう。ジェラール・ダンテスと共に様々な画策をした意味では、クレイユ村を標的にしたこと、あれはおそらくあなたの提案だったんですね。あの記者さんの遺品あたりから掴んだのかな。もちろん僕の判断に決まってるだろう。幸い東方系に中東系の住民も仲良く暮らす珍しい村だったからね。スポンサーにアピールする意味でも格好の標的だってボスに勧めたのさ。最悪ね、あんた。そのスポンサーどももそこまでの非道を考えていたわけではあるまいに。うん、みんな本気でビビってたから笑わせてもらったよ。特にオークレール社長と来たら真っ青になって声も震えちゃってさ。剣の乙女の父親らしいけど、トンビが鷹を産むっていうのは。黙れ。商売柄俺は悪人だろうが差別はしねえ。そこに幾ばくかの筋が通る限りは、兵ゆえだろうが良兵だろうが半グレだろうが気は進まないが、結社だろうがな。だがてめえは別だ、メルキオル。ボスのジェラールとは別の意味で一線を踏み越えすぎた。破壊が抜けた後の木馬団とやらで何があったのかもどうだっていい。お互いやることはシンプルだ。問答抜きで始めようぜ。なんなら俺一人で相手してもいい。バンさん、おい。あのグレンデルとやらを解放するつもりみたいだけど、
抜け殻でしかない君だけじゃ少し荷が重すぎるんじゃないかな。てめえ抜け殻、やはり。君とボスの関係についても詳しくはないけど大体察しているよ。とある教団ロッジに囚われていた君と幹部資材の一人だったボスの間で一体何がやり取りされたかもね。自分に刃を。まさかてめえ。お察しの通りさ、ハンマカのプロセスで己を捧げることで不死者として生まれ変わる。帝国の黄昏でもあった。アルマータの首領もそれで。そういうことさ。なんてまがまがしい文様。死んだ連中と同じ、いやそれ以上の。ああ彼らと違って僕のこれは完全体、ハンマカそのものを取り込んでいる。それじゃあ始めようか。世界が魔に飲み込まれる前夜祭、血と炎をぐちゃぐちゃにかき混ぜたクールでドープなサバトをさ。来ます。一人で勝手にやってなさい。バカ野郎が。飲み込まれんな。連携してぶちのめすぞ。君たちともこれで最後かな。チャンスです。もらった。バンさん、もらった。ロード単位頼んだよ。借りは返すぜ。覚悟を決めな。セイ！ダンダライス！レイダー！パンダ！だから無駄だってさ。チャンスよ。特定の圧が有効みたいだ。これは効くわよ。クリミナルピュアンカー決めて、バン。もらった。終焉術式目に焼き付けてよ。そら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 。煉獄でマサオ。おい度胸だ。ほんとしつこいな。頼みます。先生は、はいはい、テンテンチックインベンヨーベンゴンコウハンロクラーショー。ブーストゲージが増えたぞ。がっ嘘でしょ。こんなもんだろ。まだまだ上を目指すわ。あれ。ひょっとしてもう終わり。もうじゃねえ、やっとだろうが。不死者となっての敗北、結末はご存知かと思いますが、己の罪とともに受け入れてください。ああせっかくこれからが楽しくなるところだったのに。でもまあいいか。
ボスに任せとけばきっと広域ハンマカは完了する。それとも君の手によってかな。揺さぶっても無駄だよ。僕たちはバンさんを信じている。はい、何があろうと受け止めて一緒に乗り越えるつもりですから。ま、ここまで来たらね。お前らつまらないな。それに面白くもない。まあいいや、どっちに転ぶかはまだわからなそうだし、せいぜい期待しているよ。恐怖、いや絶望の幕切れをね。抜かせ。そういや、行く前に確認させてもらおうか。 C の名で送られたメール、結局あれはお前の仕業か。あ、それがありましたね。何それ、そんなの送った覚えは。 C、 そうか、もしかして心当たりがあんのか。教えるわけないじゃないか。もちろんボスでもない。いろいろと妄想してみるんだね。すべての危機を乗り越えたらそんなのありえないけど。最後まで胸くそ悪い野郎だ。今のも知らねえのに嫌がらせでほのめかしてた可能性もありそうだぜ。そこまでやるかな。うん、彼ならありえそうかも。確かにあそこまで行くと逆の意味で信頼が受けるわね。ああ、気になりはするが、今は奴の言った通り後回しだ。最悪は超えた。あとは元凶に迫るだけだ。そしてハンマカを食い止められれば全部が元通りになるだろう。あともうひと踏ん張りだ。めんどくせえが気張るとしようぜ。大統領あたりから内々に依頼料も踏んだくれそうだし、とっとと終わらせてサウナにスイーツのフルコースとしゃれ込むぞ。そりゃてめえの趣味だろうが。でも賛成です。そうですね、父も確かに依頼してましたし。それと今度は本当の意味での打ち上げですね。うん、ことを成したら先日より盛大に行うとしよう。ビールとかめちゃくちゃ美味しそうよね。ジュディスさん、ちょっとおじさん臭くない？ワインかシャンパンね。種類の問題なんですか？よし、そんじゃあ行くぞ。ジェラール・ダンテス、そして7番目のゲネシスの元へな。はい。よし、気合を入れるか。ゴチになったぜ。ごちそうさまでした。大満足だね。食ったゴチになったぜ。結構なお手前でした。大満足。満腹だ。ゴチになったぜ。
箱だな。あれは一体、どうやら膨大な霊視情報が集まっているようですね。あの気候の先に塔の中枢があると見てよかろう。どうやら区切りみたいです。あれが最終地点みたいだね。ゲネシスも反応しています。おそらくあそこに7つ目の。とにかく進むぞ。